そこ緑じゃないよ。緑じゃないって。この辺はさ、結構安定、今のは黄色ですよ。なんかね、この辺ちょっとおかしくなっちゃって、私感覚が、今のは赤ですよ。延々と同じことを繰り返されるのも逆に、だからそこは赤だって言ってんじゃん。なんでオレンジ叩くんだい。これ絶対復活曲でしょ、絶対知ってるもん。あ、この最初の刻みなんですけど、一個だけスネア入ってんのが、私ちょっとこんがらがって意味わかんなくなりそうなんで、全部同時で叩きましたよ。あのさ、結構前に夜にかけるのフルコン動画を上げたんだけど、覚えてる人いるかな。緑のタムが来るのをいちいち叩けなくて、かたくなにスネアで叩いてミスりまくってたっていうバカみたいな動画なんですけど、なんと今逆にね、スネアが来てんのに緑を叩いちゃうっていう謎の現象が起こり始めて、何なんだろう。私はあの動画の時に緑の存在を頭に叩き込みすぎたんですかね。マジで切りどころなんかなくないっていう譜面なんだけど、このレベル設定は新曲によくあるあのボーナス的な扱いなん、これって。私ももちろんフルコンする気満々だったんだけど、やっぱりなんていうの、スネアの叩く位置とかオレンジの叩く位置とか、どうしても縁の方叩いたりしてるみたいで、私はしっかりやってるつもりなんですけどね、なんか端っこ叩かさってミスになってんよ。この動画の時はね、ここまでちゃんと繋いでますから、いくら私とはいえちゃんと粘着すればね。もう二度とやらなくていいと思いました。